どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、皆さん毎週日曜日は、ギター教室をやっているわけなんですけども、普段通常日曜日以外は、はい、このガズレレというウクレレのですねレッスン動画を公開しているこれ YouTube チャンネルなんですよ。こっちもめちゃくちゃ楽しんで見てもらいたいんですけど、ギター、ガズギターというのにかかるとですねめちゃくちゃ簡単なんです。宇宙一簡単というふうに言ってるんですけど、ちょっとかなり革新的で斬新な、ギター教室となっておりまして、とにかく何にもわかんない右も左も分かんないよ、ギターとか触ったことないという方がまず01ができるようにすぐ歌えるようになる弾き語りのレッスンとなっております。いいな、やってみたいなと思った方、概要欄にですねガズギターでギターを始めようの、そのプログラムになっているの URL を貼っておくんで、そこでちょっと練習してですねいろんな曲取り上げてますんで始めてください。今日取り上げる曲はですねまさにもうちょっとでクリスマス、そんな時に歌いたいこの曲、ドーン、山下達郎さんのあの名曲クリスマスイブをガズギター流超簡単アレンジでやっていこうと思います。今日のこのアレンジはですねガズギターだとコード6個だけでできます。としかも、いつものように2バージョンでやるんですけど、最初のバージョンはシンプル簡単バージョン、後半かっこいいバージョンなんですけど、この最初にやるシンプル簡単バージョンはなんとコード6個でできます。しかも、簡単バージョンに至ってはこの押さえるコードこっちでこうやって押さえるコードなんですけど、指2本だけでできるコードになっておりますので、これはですねもうかなり革新的ですよ。出てくるコードはこんな感じのコードになっております。黒い点が押さえるところになってますんで、見てもらったらわかるけど、全部指2本だけでしょ。これでいきます。後半はかっこいいバージョンはちょっとこだわってますよ。はい。リズムとかコードの押さえ方も変わってきます。ということで、今日も始めていこうと思います。一応ちょっとご提案なんですけど、ギターを今から始めるよりも、最初にウクレレでですね、ちょっと免疫つけるとすごくいいんですよ。ウクレレもね、簡単、ウクレレ簡単ですよ。はい。まずウクレレを習って、そこで基礎を学んで、横展開としてギターを始めるというのをまずは結構おすすめしております。まずちょっとウクレレのレッスン動画もやってみてください。それも概要欄に貼っとくんでね、ウクレレの方がですねはるかに最初のねファーストステップ低いと思うんで、それもご検討ください。まあギターから1本からでもねガズギターだったらできると思うんですけどね。さあ早速やっていきましょう。山下達郎さんのクリスマスイブガズギター式の指2本コードバージョン、超簡単シンプル簡単バージョンからやってみる。1,2,3Thank you.
やってみました。ガズギタースタイルの超簡単アレンジバージョン、左手コード指2本だけでやっちゃいました。このいいですね。ちょっとね、今回はアレンジとしてはですね、歌を歌うパートは一応フルコーラスでやっております。ここに感想とかエンディングが足されて一応フルコーラスって形になると思うんですけど、まず弾き語りって言ったら歌中心ですから、ちょっとこのアレンジで、ゆっくりやってみてください。コードはですね、何回も言いますけど、これ今映ってるこのたった6個のコード、しかも指2本です。簡単ですよ。でこの曲がいいのはですね、ワンブロックほぼこのコードが1個なんで、かなりこれはですね、初心者の方もいける、曲だと思います。ガズギター的にもこれはね、演奏というかコードの動きはすごくイージーな方だと思いますが、途中のね、ここのここのところのララララララのところで息するところがないんで、ね、そこら辺があれですけど、やっぱね、歌はですね、やっぱりいくら演奏はいくら簡単にできても歌は簡単にできないですから、ここが弾き語りの面白いところで、やっぱさっきも言ったけど、弾き語りってやっぱ歌が中心ですから、今みたいにもうコードを淡々と4つ弾きでもすごいいくないですか。この曲のこの持ってるパワーもすごくこう出るし、その歌だけでこう作っていく世界観みたいなのも弾き語りっていうのはこうやってできちゃうわけでございます。しかもこのガズギターのやり方だったらね、これはいけると思います。皆さんじっくり練習してやっていってください。それではですね、今やったシンプル簡単バージョンガズギターの、簡単アレンジ楽譜をですね、ちょっと画面上にシェアしていこうと思います。はい、今やった演奏はこんな風に楽譜に掲載しております。はい、ガズギターのクリスマスイブでございます。イントロこんな感じで、やっていきましたと。ワンブロックコード1個でしょ、これは嬉しいやつでございます。はい、そしてここから歌が始まるわけなんですけど、ここも見てもらうと分かるように、ワンブロックコード1個なんで、すごくやりやすい、初心者様これいいですよ。ゆっくりだったら本当に簡単だと思います。今こうやって画面に映しておくので、一時停止して、書いていってください。そしてね、自分のペースでいいんでゆっくりやってみてください。そのうちね、ガズさんの今の演奏に合わせてできるようになるといいかなというふうに思うんですけど、まずは自分のペースで超ゆっくりでいいと思います。はい、一時停止で書いてね。はい、OK ですか。これね、よく見ると分かるんだけど、これ同じ行動進行なんですね。これが結構基本になってますんで、これ覚えちゃうとかなり早いかもしれない。で、ここから、心深くってなっていきます。で、どんどん展開してくる感じが最高でございます。そしてちょっとここにご注目なんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段を弾いたんですけど、後半かっこいいバージョンはですね、ここのコード、こういう風にワンブロックコード2個入れていこうと思います。ここちょっとかっこよくなるんでね、これご注目、後でもちょっと解説しますけど、まあまあ、言うてもコードは簡単なコードなんでね、はい、これもやってみてください。そして、ちょっとね、場所がなくなってきたんで、ワンブロックこうちっちゃくなってます、ここから。ちょっと読みづらいと思うんですけど、同じ流れになってますよね。C、G、A、欲しい、E 欲しいみたいな感じ。コード進行は一緒です。これがもう A の3番ですね。これ1行で、さっきの2行分になってますからね。はい、こんな感じで今映しておきます。そしてですね、皆さん、ここがちょっとね、感想、さっきも言った、ねんでれでんでれでてれでれでれ、ここだけワンブロックコード2個になるんですよね。なんだけど、ここゆったりなんで、ここあえて展開としてちょっとね、リズムを変えてね、めちゃくちゃゆっくりやれば大丈夫だと思います。コード進行は全く一緒ですから、この最初の A メロのところと。だそれ分かっちゃうとこれ簡単だけど、これさっきも言ったけど、歌、声ね、息する暇ありませんからね、ランララランララ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 、息継ぎする場所があってなると思いますが、はい、これをこんな感じで、同じコードです、ここからここまで。これを2回繰り返してます。そして、またこれ戻っていくわけですね。はい。まだ消え残る君への思い、君への思い、ここからちょっと音程上がりますからね。はい。で、こうやってやって、コード進行も同じです、さっきと。そして、ここ、A の4番。街角にはクリスマスツリー、銀色のきらめき、サイレンなホリやったら、なんとここで終わりじゃなくて、ここ見てください。A の2に戻ります。A の2っていうのはここなんですよ。きっと君は来ない、一人きりのクリスマス。サイレンなホリないで、ここまでやって、歌のパート終了です。こうなりますと。はい。こんな構成になってます。ちょっと確認してみてください。はい。コードはさっき言った6個ですね。はい。これでやってみました。はい。今のシンプル簡単バージョンは、この振り指2本コードでやったよということなんですけど。じゃあ、ここからね、かっこいいバージョンの解説にもどんどん入っていこうと思います。かっこいいバージョンではですね、ここにですね、C と F と G に、コードの響きを加えます。これいつもの流れなんですけど、言っておきましょう。かっこいいバージョンはちょっとピックを使おうかなと思うんでね、ピックを持って、さっきやった C は、この2本でしたよね。はい。かっこいいバージョンの C は、ここ、
ここ、これが足されます。こんな風に、こことこことここ。このコード表で言うと、この赤いところをここが足されます。G も同じで、ここと今度、こう1弦の3フレット。この赤いところが G 足されます。F も最初はこことここの2個だけだったんですけど、この小指のこの、4弦の3フレットと3弦の2フレットがこんな風な感じで加わって、4つの、弦でやろうと思うんですけど、このコード表にバッテン打ってるところはできれば弾きたくないよというところの意思表示でございまして、はい、それはでこの、ピッキングで調整もあるし、指を当てて音出なくするってこともあると思うんですけどね、この辺はちょっとうまいこと調整してみてくださいと。リズムです。今日出てくるリズムはですね、前回のワムのラストクリスマスっぽい感じ、前半はちょっと取り入れてみようと思います。ダウンピッキングとミュート。で、前半はやってみようと思います。そうすると、こういう感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。だけで途中にどんどんだどん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 ちょっとアクセントをつけてあげる、これがいいかなと。そして途中のですね、心深くのところになったら8ビートで、行こうと思います、こんな感じです。はい、いつものガズギタースタイルでちょっと地味にミュートをかけたという弾き方でございまして、ミュート、ブリッジミュートをここにかけています。このやり方についてはガズレレではね、もう何回も取り上げてるんで、ちょっと過去の再生リストを見ていただくと、いろんな、こっちのカメラ、こっちからカメラ撮ってみたよとかね、いろいろコツを紹介している動画もありますんで、ガズギターならではの弾き方ですけど、あ、これ、あといつも言ってることなんですけど、今のガズがね、大好きな弾き方で、ここでいつブリッジミュートをかけつつってことなんですけど、フルオープンで、例えばやるのもいいですよ。ワイルドなね、こうなんかジャキンみたいな感じ、このパワフル感もあると思いますね。これ人それぞれの好みでいいと思いますけど、ちょっとガズギターのデモ演奏としてはちょっとミュートをかけた落ち着いた感じの、ちょっとここにね、ブリッジミュートをかけたバージョンでやってみようと思います。コードは全く一緒なんですね。あ、でさっき言ったみたいに途中の、B メロと言われる最後のところに、コードちょっと増えてますからね。ここです。叶えられそう。同じから F で C から G で。ここは、電源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 。はい。8ビートの中なんですけど、ドゥンドゥンダンドゥンドゥンドゥンダンダンみたいな感じで、こう流していく。こんな感じがいいかなと思います。さあ、それではやっていきましょう。クリスマスイブ山下達郎さんのガズギター式かっこいいアレンジバージョン、やってみる。1、2、3、4。
スマスイブ山下達郎さんのもうクリスマスの名曲中の名曲ガズギター流かっこいいバージョンやってみました。やっぱコードがちょっとこうリッチな響きになったのと、この前半をちょっと大人しめにやるっていうこのアレンジですと、この途中からだんだんサビに向かって盛り上がっていく感じが表現できるかなと思いました。でこの今やったアレンジでいくと、この最初のうちのこのダウンピッキングで求められるのはですね、この安定性といいますか、この心地よいですね、この今脱力は入れてないですよ。力入れるとこうなっちゃいますからね。ちょっとこういう感じじゃない。ちょっとこうね、やっぱり本当にタッチがね、優しいっていうか、ピックのタッチが、このピック、このカチャっていう音も聞こえるぐらいのこの辺のね、この駆け引きか、これ案外難しいですよ。安定的にダウンピッキングをずっとこう、キープしながらここで歌っていくわけですからね。歌が入った時にこうリズムがよれちゃうと、なんかおよよってなっちゃうんでね、これずっとひたすらこう体でビートを刻んでいくっていうのが結構難しいかなというふうに思います。8ビットになるとね、こうノリがね出せるんでね、比較的ね簡単なんですけど、このダウンピッキングでキープ、これがちょっとテーマになると思います。はい、ちょっとね、テンポも気持ちこっちの方がやっぱりかっこいいバージョンのは早かったかなという感じですけどね。皆さん、いいとこ取りでですね、シンプル簡単バージョンの4つ弾きとこの今のやつをミックスして、皆さんご自身のそのレベルに合わせて応用していただいて、オリジナルアレンジでやるのもいいと思いますし、ぜひね、これクリスマス、これ演奏自体は簡単ですからね、やっぱただしでも歌とリズムキープ、これが問題になると思います。楽しんでクリスマス。歌っていくクリスマス、皆さんやっていきましょう。いつものことなんですけれども、コメント欄にですね、このガズギターをやってて聞きたいこととか不思議なこととか困ってることなんかあったらですね、コメントを書いていただけると、ガズが次の動画で取り上げたりとか、次のコンテンツにしたりとかするんで、ぜひぜひご活用ください。チャンネル登録なんかもぜひね、なんかご要望なんかもね、お願いできればというふうに思います。さあ、そういうわけで今日は山下達郎さんのクリスマスイブだったんですけど、こんな名曲がね、この簡単ギターで弾けるなんて素晴らしいことだと思います。ぜひ皆さんトライしていただいて、もし楽しかったらですね、ガズギター本当こんな僕にもできたよって感じで、周りの皆さんにもですね、ぜひシェアをしていただいて、音楽で楽しむ笑顔を作る人を増やしていこうかなというふうに思うので、皆さんご協力をお願いいたします。はい、それではまた来週の日曜日お会いしましょう。ガズギターでした。さよなら、バイバイ。今この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。